はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。皆さん、朝ごはんをね、食べている方がいらっしゃ、まあ多いと思うんですけど、皆さんどうでしょう。朝ごはんならパンを食べますか、それともご飯派ですか。ご飯というか、まあお米、まあ定食のようにこうおかずが何品かね、あるやつ。まあ私はね、今はもう朝ごはんっていう朝ごはん食べてないんですけども、食べるならパンかな。本当に学生の時はね、何食べてたんだろう。ご飯、普通のご飯かな覚えてない。でお仕事をするようになってからはもうパンかな。そのパンっていうよりも菓子パンっていうか惣菜パンみたいなのを買っ、まあ、自分で買ってきたりとかしてて、まあ明日の朝はこれ食べるっつって母親にた託したことがありますね。それが何回かあれって、でたまに母親がね、丸ごとバナナを買ってきて、はい食べなっていう感じで自分がまあよく座る場所に置いてあったりとかするんで、それはちょっとびっくりしましたね。でまあね、本当にパンかご飯か、まあそういうお菓子系のものが、あとシリアルか、その牛乳ね入れて食べるやつ、あれね本当に許せないというか、まあ許してもらおうと思ってないけど、まあまあなんだ、あのね、牛乳に入れて食べるじゃないですか、あれってなんかね食べた気にならないんですよねで途中でさ、ほらあれ硬いものがサクサクと敷いたものがまあ柔らかくなるじゃないですか、牛乳で。それがちょっとね許せなくて本当に何だろうね、硬いまんまでいろよっていう感じだったりするんですよね。そうそう、だからあの天ぷらそば、うどんとか、その何だろう、長崎ちゃんぽんのそのパリパリの焼きそばの上にあんかけかかかっていいじゃないですか。あれもね、むってなってたね。もう最近はね、あれは食べられるようになりましたけど、許せないっていうか、途中でね、こう、食感が変わるのがすごく嫌で、嫌なんですよ。自分の中でね。だから、まあ本当にさ、私以外の家族はそういう長崎ちゃんぽん的なそういうパリパリのそのあれあるじゃないですか、焼きそばみたいなあれにあんかけをかけたやつを食べてるのに、私だけ普通の焼きそばとかさそういうことがあったんで、まあそういう意味ではこだわりっちゃこだわりなんですけど、しょうもない話なんですけど、そう、本当にうどんとかそばのかき揚げはできるなら入れてほしくないし入れないんですよ。まあ、理由はまあさっきと同じで、その天ぷらはサクサクのままで食べたいし、でまあ入れたら入れたで、そのなんだろう、そのおつゆにその溶け出した天ぷらが置いてんのがちょっと許せないしょうもないことなんだけど、周りから見たね、本当にそういうことで苛立つっていうようなことなんだけど、まあそれがちょっとへーっていうのがありましたね
まあ、今はしょうがないなっていう感じで、まあ、思ってますけど本当にしょうもない、今言ってて、まあ、しょうもないなとか思いながら喋ってるんですけど、うん、どうでしょうか皆さん、そういうことってあります？なんか話が逸れちゃったけど、私はね、まあ朝ごはんをちゃんと食べるなら、ちゃんと食べるならっていうか、そういうのだったらまあパンかな、まあ、普通にジャムを塗ったりとかバターを塗ったりとか、うん、別にそのレタスを乗せたりとか、卵を乗せたりっていうことはまあしないですね。まあ本当にシンプルにジャムとってパンと、うん、っていうのが多いですね。皆さんどうでしょうか。もしよろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。